違うようです。もう、じゃあここどうでしょうね。かー、もういいだい、ここにするだ。1989年じゃないですよ。そんなこと言っても本当に北に注文書でも読む気しねえだい。でもうるせえ、もうどうでもいいだい。はいよー、ナビのび太さん、未来デパートの宅配便だ。あー、はいはい、次だよ。のびすけは泣き虫。では元負けちゃった。おやつのびすけ、出かける前にお部屋片付けなさいって言ったでしょ。そうだっけ。何がおやつです、早くやんなさい。では次のニュースです。東京湾の沖合に建設中だった海底牧場がついに完成しました。これは海底に光ケーブルで太陽光を誘導し、魚や海藻を育てるのに画期的なシステムです。またこの海底牧場は、なんですのびすけ乱暴な。だってこのオンブロ机なかなか閉まんないんだもん。それはパパの思い出の机なのよ、もっと大切に扱わなくちゃ。わかりました。お、なんのなんの。優しく、またのびすけが泣かしたのね。のびすけ、ちょっといらっしゃい。お、いやいや、そうじゃなくて、ほら、いつまで泣いてるんだ。もう、本当に誰に似たのか、もう。お、いや、のびすけくん、これからもうちの優しをビシビシ鍛えてやってくれ。おい、優し、もう二つ三つ鍛えられてこい。ほら、喧嘩は負けちゃいけないよ。あ、じゃあ静香ちゃん、いや奥さん、あ、のび太は会社に行くわ。俺店があるから、うん。お前
前も大変だな。ああいうお父さんじゃ。外ではのびすけが怒るし、うちでは父ちゃんが怒るし。なんだかかわいそうになってくんな。まあ悲しいことは忘れて遊んでけよ。誰がいい？好きなの選べば。僕片付けてあげようか。あたしゃちゃちゃ。お、そうだ、これやるよ。何それ。なんでもいいだろ、ね、やるよ。父ちゃんにさ、のびすけからぶんどったって言ってやれよ、ね、でも、悪いよそんなの。いいってば。悪いよ。いいんだ、やりたいんだって。でもやっぱりいいよ。遠慮すんなよ。やっぱりいいよ。まあやるってば。俺の言うことが聞けないのか。うわっ、あれ怖っ。だなんて。お久しぶり、静香さん。ドラミちゃん。どうしたの、懐かしいわ。ドラミちゃんって、あのパパと昔友達だったっていう。それは私のお兄ちゃん、私は妹のドラミ。あなたはのび太さんの子供ののびすけくんね。よろしく。わあ、よろしく。間違って配達されてこなかった。さあ、別に。のびすけさんは知らない。え、さあ。そう、変ね。時空宅配便の人にここだって聞いてきたのに。どらら、どらら、どらら。お、遊ぼうって言ってんの、お前。ドラレ、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 ドラ。それで、どうしてそのミニドラが間違ってきちゃったの？原因はのび太さんよ。え、のび太さんが？のび太さんといっても、今ののび太さんじゃなくて、子供の頃ののび太さんよ。ああ、へえ。パパが？ねえ、なんかまずいことしたの？のびすけ、宿題は終わったの？お部屋のお掃除もまだでしょ？行ってさっさとおやりなさい。はーい。ちゅ、ねえ、それでそれで、のび太さんがどうしたの？それが、勝手に未来デパートに商品、つまりミニドラを頼んで、宛先の年号のところが字が下手くそだったんで、コンピューターが読み違えてここへ、というわけなの。はあ、それでミニドラを探しに来たってわけなのね。そうよ。もし誰かに勝手に使われると大変なことになるもの。ん？待てよ。さっきのあれ、もしかしたら、あれがミニドラなのかも。